続き野菜クッキング、鈴木区は実は農業が盛んな町で、新鮮な野菜がたくさん採れます。その鈴木野菜を美味しくいただくために、鈴木野菜をテーマとしたレシピを紹介します。今回は鈴木区で採れたいちごと卵を使ったいちごの米粉カップケーキを作ります。準備なんですけれども、卵と豆乳とバターはあらかじめ室温に出しておきます。それから今日使うチョコペン、こちらは先を切った状態でポリ袋の中に入れて、ぬるま湯につけていつでも使えるように準備をしておきます。そしてオーブンは170度に予熱をしておいてください。最初にまず卵を卵黄と卵白に分けます。卵白は冷蔵庫で少し冷やしておきます。まず卵黄の中にてんさい糖 30g を入れて混ぜていきます。残りの 30g はメレンゲを作るときに使います。てんさい糖は腸内環境を整える天然のオリゴ糖が含まれているので、善玉菌を増やしてくれます。もったりと白っぽくなるまで混ぜていきます。次に豆乳とバターを入れるんですけれども、バターは電子レンジに小刻みにかけて少し溶かして、それから加えていきます。電子レンジで10秒単位でかけて、だいたい20秒から30秒すると、このように溶けましたので加えていきます。続いて豆乳を加えていきます。次に米粉とベーキングパウダーを加えるんですが、あらかじめ米粉の中にベーキングパウダーを混ぜて、軽く合わせた状態で加えていきます。米粉はきめが細かいのでダマになりにくくて、そして粉を振るう手間を省くことができます。水分を吸収する粉なので、しっとりもちもちとした食感に焼き上がります。てんさい糖も米粉も食べた後の血糖値の上昇が緩やかなので、とても体に優しい食材です。それでは卵白を泡立てていきます。角が立ちましたので、てんさい糖残りの 30g を 2、3 回に分けて加えていきます。てんさい糖を加えた後、今さっと混ぜましたけれども、この後一番低速にして約1分間混ぜていきます。そうすることでキメを整えて、ツヤのあるメレンゲを作ることができます。
てもツヤのある綺麗なメレンゲができました。それではメレンゲを卵の生地に入れていきますが、まずは最初ゴムベラで一すくい入れていきます。混ぜていきます。一すくいのメレンゲで生地がとても滑らかになりましたので、この後のメレンゲがとても混ぜやすくなります。ゴムベラで大きく混ぜていきます。これで生地が完成しました。それでは型の中に生地を流していきます。だいたい8分目くらいまで入れていきます。竹串を使って生地を混ぜます。そうすることで中に入っている気泡を消していくことができます。先ほど170度に予熱しておいたオーブンに入れて約15分焼いていきます。それではいちごにお顔を描いていこうと思います。まずはいちごのお顔の口になる部分を切り落としていきます。下から3分の1ぐらい切り目を入れて、縦に切り目を入れて切り落とすとお口ができました。次にチョコペンの白い方で目を描いていきます。固まるまでこのまま置いておきます。今度は茶色いチョコで瞳を描いていきたいと思います。はい、お顔が出来上がりました。粗熱を取ります。完全に冷めないとホイップを絞ることができませんので、冷めるまで置いておきます。粗熱が取れて冷めた状態になりましたので、粉砂糖を振っていきたいと思います。ホイップクリームを絞ります。いちごを乗せていきます。これでいちごの米粉カップケーキが完成しました。今回の鈴木野菜クッキングは JA 横浜クッキングサロン浜っ子で行われました。クッキングサロン浜っ子では JA 横浜が月6回程度多彩な講師による料理教室を開催しています。詳しくは JA 横浜のホームページをご覧ください。この他にも JA 横浜では横浜の農業を紹介する横浜農シアターを公開しています。こちらもホームページからご覧ください。鈴木野菜は浜っ子直売所メルカート北店や浜っ子直売所鈴木中川店等の区内の直売所で買えます。
その他の直売所の情報も区役所ホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。